こんにちは、料理研究家の木島隆太です。秋の行楽シーズンということで、ただいまお弁当シリーズを、ご紹介しております。今日はですね、やっぱり僕お弁当の中で一番好きかな、卵焼きを紹介します。割と甘い、しっかり甘い味付けの卵焼きです。木島隆太のおうちご飯。普通卵焼きっていうと、卵焼きの四角い鍋でだし巻き卵みたいに巻きながら焼いていくのが、一般的だと思うんですけれども、今日はまずスクランブルエッグ状の卵焼きを作って、それを半分に折りたたむ、で蒸して余熱で仕上げるという、とても簡単なやり方でご紹介したいと思います。使う道具はこちらです。材料はこちらです。まず卵から割っていきます。卵は平たいところ、例えばまな板の上とかに打ち付けてください。コンコン、割れました。割れたらここに手を入れてパカッと開いて割ります。卵を溶いていきます。卵って黄身と白身に分かれてますよね。白身が結構混ざりづらい、なのでまずは白身を箸でこう持ち上げるようにして切って、白身から切っていきましょう。その時黄身が一緒に潰れちゃっても別にいいです。持ち上げていきます。白身が切れてきた、全部混ぜちゃいます。ボウルをね、傾けてあげると混ぜやすいです。ではここに調味料を加えていきます。今日は甘めの味付けにしたいので、まずお砂糖です。お醤油をここに加えます。混ぜます。混ざりました。まずはフライパンに油を入れて中火にかけます。最初はドローっとしていた油が温まるとサラーっとしてきます。フライパンが温まってるか確認してみましょう。お箸の先っぽに卵をつけて、フライパンにジュッと当ててみます。ジュッと言いました。これぐらい温まってれば OK です。卵を一気に流し入れます。まずは全体が半熟に固まるように混ぜ続けます。このフライパンの縁のところに意外と残りやすいので、そこもしっかり混ぜてください。まだ卵が水分、水っぽいよね。これが全体的に半熟になってくると、見て、引っかいた跡が残ります。これぐらい残るようになってきたら混ぜ終わり。一度フライパンを揺すって全体を均一に卵を広げてください。広げたらこのまま1分ぐらい焼いていきます。裏がもう固まってきてます。そうしたらゴムベラを使って縁をこういうふうに剥がします。剥がしたらこのまま奥から卵をグググッと入れて手前に折り返します。こういう感じです。半分になったらここで少し形を整えます。そしたらここで蓋をしてもう火止めちゃいます。このまま2分ほどお待ちください。2分経ちました。蓋を開けてみます。あ、まだこの辺ちょっと生っぽいね。裏もまだうっすら焼き色が薄いので、汁っぽさがなくなるまで焼いていきましょう。今30秒ぐらい焼きました。これをまな板の上に返してみたいと思います。いきます。はい、綺麗な焼き色がつきました。ではこれを食べやすい大きさに切っていきます。少し冷めてからの方が切りやすいと思います。断面もしっかり入ってますね。はい、これで切れました。ではこれを盛り付けていきます。はい、こんな感じで卵焼きが焼けました。卵焼き食べてみたいと思います。プルプルしてるよね。半分に折りたたんだだけなのに結構厚みもあっていい感じです。ではいただきます。これこれ、割と甘めの味付け、ご飯にも合いそうです。これやっぱお弁当に入ってるとテンション上がるよね。自分でも簡単に作れると思うので、皆さんぜひ作ってみてください。